ばんは。こうがです。ダンスです。マチです。今日は20個の質問に答えたいと思います。最後にフリースタイルで踊るので、ぜひ見てください。5年生で11歳。5年生で今10歳です。5年生で11歳です。ゲーム、絵を描くこと、オリジナルキャラとか、あと最初の方は結構鬼滅の絵とかいっぱい描いてました。へえ。読書、世にも奇妙な商品カタログってやつと、なんか図書館に行って面白そうな本見つけて読みます。カレー、フルーツヨーグルト、好き、トマト。9、ピーマンとカリフラワー、ナスとシイタケ、タイプ、タイプ、ショガ。運動？ああ。ダンスも運動で、YouTube 見ること、最近は ASMR で、計算する。ああ、算数嫌いじゃん。嫌い体育のマット運動、優しい人、面白くて優しい人、優しくて一緒にいて楽しい人。何だ何だ。最近じゃなくてもいいよ。じゃあ、マイキャンプ行った。あ、へえ。友達と家族で行った。へえ、楽しそうだね。ブランコに乗ったこと。考える人。ああ、こんな感じ。落ちそうになるまでやる人だ。やる人です。夏休みにおばあちゃんと映画見に行ったことを。ダンスの大会で優勝したこと。いっぱいあるけど、ブランコに乗ったこと。スーパーキッズで優勝したこと。運動会。はいはいはい。何が好き？種目？リレー。リレー。宿題で1週間の敬語をダンスの練習するために1日で全部終わらせました。すごい。体育の授業で跳び箱が3段も跳べないんだけど、4段跳べるようになった。すごい。飛びにくい。すごい。3年生の時に、ひとみ先生が初めて
日本語の曲でこれをつけてもらった時にピックアップしてもらった。仲間も増えるし、なんか信頼関係がすごく深まると思う。キラメキ入る。そうだよね。じゃあお願いします。せーのもう顔寄りすぎてあんま見えないどういう風にいつも選んでるの洋服？なんか自分で決めるときもあるけど、なんか上はこれがいいなとかあったら、なんかパパに下これ何合うみたいな感じで、なんかセットアップがなんかおしゃれなものをパパと一緒に選んで決めるみたいな。こうくんヘアセットじゃない？いつも髪型決まってんじゃん。私ママがやってって言ってるの？いつも。いいよ美容室。あ、そうなんだ。だからか。超上手。ミレニアムパレードの皆様。好きだもんね。歌手。ケンシー。ケンシーいいじゃん。すぐそこ。話すと楽しい。自分なぜか語彙力なくてもケンちゃんにもちゃんと伝わる。ケンちゃんも語彙力ないことで話してくるから、なぜはなんか伝わる。一緒に会話することができる。響き。響きってきらめきの響きですか？響きを取っちゃう。なんで響きに会いたいの？なんか普通に楽しい。ダンス先生。アーティストです。ボーカルとダンスかボーカルだけ。あ、ボーカルだけっていう選択肢もある。だけっていう選択肢もある。おそらく絶対ダンスやると思う。ダンサーやりたくて、でもなんか薬剤師になりたい。薬剤師。ここまでやってきて。いや。最初に思ったのが。コロナを憎んで、その薬を作ろうと思って、でもなんかよく調べたら薬剤師は薬作る人じゃなかったっていう。自信怖い。これ放送してるから。いつも振りとかを教えてくれてありがとうございます。とにかく愛してます。これからもよろしくお願いします。はいはい。友達の家で泊まる。高級ホテル泊って、ナズが中とか他の身近にしてる仲良しな人を、みんな集めて、お泊まり会する。あ、そうだ。でももう一個あるわ。僕いい学校の中で鬼ごっこ。ドッキリ。ドッジボールがしたい。なんか運動系。運動会みたいな。
チームに分かれて、そう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 。最後まで見てくれてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。